皆さん、こんにちは。お絵描きうまくなろうクラブのアドです。ということで、本日はですね、前回の続編なんですけれども、人の顔の描き方の勉強からの似顔絵の適用、そこで、その人らしさを考える上で重要だと思われるポイントを発見しましたということで、そちらをご紹介したいと思います。で、今回はこういった方にちょっとお役に立てるかなと思うんですけども、まあ、写真を基盤に描くにしても、その人らしい写真ってじゃあどうだろうとかね、もしくは、似顔絵を描くときに、その人らしさをキープしたいんだけども考えの基準としてすごい考える要素が多すぎて、分かりづらいというときに、分かりやすい基準があればいいですよね。ということで、その人らしさを考える上でどうしたらいいか分かんないっていう方に一つでも少しでもねちょっとお役に立てるかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。前回はですね、こういった感じの人の顔の描き方を似顔絵に応用するという内容でしたね。まあ、こうすることによって写真に頼らずに自分で情報を整理したものを出力するという習慣が作れるのではないかということで、まあ、動きがあって面白い似顔絵であったりとか、すごい個性的な似顔絵であったりとか、そういうところの次元まではいかないんですけれども、まずは情報整理してアウトプットするっていう、まあ、そういったところまではいけるかな、スタートラインですよね。写真ばっかり見て写真の模写ばっかりしてきてた人たちがかなり苦手とするところだと思うんですけども、僕自身もそれが苦手だったので、今回は、人の顔の描き方を勉強することによってちょっとでもプラスにできたかなと思います。で、今回はこういった感じの動画なんですけど、まずさあ描けるようになったぞということで、すごいね喜びながら、こう例えばさんまさんを描くわけですね。いろんなアングルからさんまさんをよし描けるぞと、写真に頼らずにね、こうやって人の頭部の形が頭に入っているからこそ、さんまさんじゃあ描こうかとかね、今回ちょっと顔の長さとかその辺も気にせずにまあ描いてるわけですけども、まずはさんまさんをこう描いたと、まあ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 さんまさんっぽいかなってなりますよね。で、これを描いた時に、写真にね引っ張られすぎず、いろんなアングルから想定で描けるようになったのは丸だと、似てないっていうことが結構、ね、多発するので、その人らしさって何なんだろうということなんですけども、まずこのポイントとしては、内向的なのか外向的なのかっていう、内向的か外向的か、まあ、活発か活発な人じゃないかっていうような感じです。社交的か社交的じゃないかとかね、まあ、そういったところは人の顔にも出てくると思うので、でもう一つは男女差っていうのも考えたいですよね。あと年齢ですね。一番最初の人の顔の描き方でやったように、幼い顔は目の位置が下に下がって顔の長さも縦に縮むし、年を取っていくことに目の位置がね高めに、そして顔も長く描くと年寄り感が出ると。で、あとは、親しみやすさっていうのを、これは僕のオリジナルの考えになるんですけども、彼のその対象に対する人の攻撃性、アグレッシブさみたいなところ、まあ、そういったところも考えていきたいなと。で、特に内向的か外向的かっていうところに関してはすぐに使えるスキルがあるので、ちょっとご紹介したいなと思います。これはね、言われてなるほどと思ったわけなんですけども、本来は自分で考察して、まあ、答えを導くべきなんですが、今さっき書いたさんまさんが、で、まあ、ベースまず考えて、目の位置考えてということで、この辺、まずベース書くっていうところ、簡単な当たりを取るっていうところ、この辺はまあ T 字とか、顔の形状とか、まあ、さんまさんこんなにね、長くなくてもいいかなという気がするんですけども、まずはこのベースを捉える、いろんなアングルから書けるようになることの、スタート地点かなとは思うんですけれども、ここからがま大事になってきますので、ちょっと見てみてください。まず上が外向的なさんまさん、そして下が内向的なさんまさんということで、まあ、正解はだから外向的に書くのがベストかなと思うんですけども、まずは、外向的、さらにまあ人当たりもいいということで、目は曲線的でまあ優しく描いた方がいいかなと思います。例えばこの写真の中に目がパチって開いているさんまさんがいますよね。まあ、それよりは、こういったにっこりしてるさんまさんの方がさんまさんらしいかなと。直線的な目よりもね。で、眉毛に関しても、例えばこの写真、さんまさんのニコッとした優しいさんまさんだと眉毛は垂れ下がってますよね。じゃあその写真がこれしかない時にさんまさん描くってなった時に眉毛を垂れ下げて描いてたんですよ、僕は。でも、今回のこの知識を使うと、外向的で社交的で活発な人はハの字にした方がその人らしいし、眉毛を垂れ下げるとやっぱり消極的な印象が得られるので、目の次は眉ですね。目と眉、これでその違いを出していきます。
あくまでも写真をは本当にね参考にするぐらいでいいかなと。で次口なんですけども、まあ、さんまさんは特に歯に特徴があるので、大きく描くっていうことにはなるかなと思うんですけれども、それでも意識的にね、社交的で活発的なよく喋る人だから、口は大きく描く元気で活発な印象を与えるっていう意図を持って、大きく描く。口がちっちゃいとやっぱりどうしてもねちょっと貧弱な印象に、おとなしい印象になってくるかなと。まあなので写真でもしかしたら口がちっちゃいおちょぼ口になってるさんまさんがいるかもしれないので、そういった時もね惑わされずにその人らしさを書いてほしいなと思います。最後紙に関しまして、ここはまあちょっとまあ何とも言えないですけども、ちょっと外にはめたりしたりするとおとなしいツルツルの紙よりもちょっと活発な印象になるかなということですね。なので今お伝えしたところ、目、眉、口、髪ですよね、それぞれに対して外交的か内交的かっていう視点を持ってその人を描くと、まあ写真に引っ張られずにさらにその人らしさを大事にして描けるかなと思います。でもう一つ男女差ですよね。男女差に関しては、まあ、女性だと曲線多めにしていくと、まあ、女性らしくなると、あとは肌の色ですね、明るめの色とか、まあ、色黒の女の子もいるので何とも言えないですけども、なのでね男性らしさをもっと表現したいときは鼻筋もツンって描いたりとか、より立体感のある情報を付け加えると男性らしくなるかなと。で大人と、子供ということで、子供は目の位置を下げて顔を縮めるといいので、これねさんまさん少年時代みたいな、まあこんな感じだったかちょっと分かんないですけども、まあ、そういった感じで、可愛く描きたい時は、まあ、子供らしく描くということにもなるかなと思うんですけども、でもそれはそれでね顔が長い方の特徴を削ぐことにもなるので、まあ、難しいことかなとは思うんですけれども、子供と大人の違い、僕自身は子供の絵ですらね、顔を長く描いて、子供なのに、思春期の子みたいな感じで描いちゃう癖があったので、まあ、そういったところもやめていきたいなと。であとはまあ実験的なところ、さんまさんと対照的な人を描こうと思いまして、典型的なね内向的なおとなしい方を描いてみました。まあ、内向的なイメージなだけなんですけども、又吉さんですね。でこの方も、いつも通りこう人の顔の描き方を元に描くわけですけども、ここで意識したいのはここですね、眉の角度、口は閉じててちっちゃい方がいいかなとか、知識と情報を使ってバランスをとって、似顔絵に適応していていけばいいかなと思います。で今言ったようなその言葉での知識の部分を意識して、今回僕のこの似顔絵自体がいいかどうかっていうのが、まず疑問なので、上手い人、例えば花さんの似顔絵でもいいですし、自分が尊敬する似顔絵師の絵があった時に今日お伝えしたポイントをちょっと頭に入れながら見てみてください。するとねやっぱり適用されたりすると思います。ぜひこういった情報をどんどん収集していってほしいなと思います。なんで元気に見えるんだろうとかね、なんでおとなしそうに見えるんだろうとか、なんで気が強そうに見えるのかとか、そういったところもし気づいたことがあれば、メモして、どんどん自分のこの発信するアウトプットする時の手助けにしていったらどんどん上手くなっていくかなと、僕自身が思ったので、でまた気づいたことがあれば皆さんにどんどんその賢そうな人はこうだとかね、いろいろまとめて共有していきたいなと思います。ということで本日は、前回ご紹介した人の顔の描き方からの、まあ、ずっと続いている続編、まあ、ここで一旦似顔絵への応用は完結という感じになるんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、少しでもね参考にしていただけたら嬉しいなとは思うんですけれども、今日のまとめはなのでこちらです。これを意識しながら、練習して次のステップに進んでいきたいなと僕自身は思っております。でですね、ここからは僕自身ちょっとねまだまだあるんですね、その似顔絵に関して調べてる間に、眉毛とかね、もう眉毛が、少しでも違うと人の印象がねえげつないぐらい変わるということで、この似顔絵さっきのラフは似てたのになんで今清書したら似ないんだろうとか思う時が結構あると思うんですけども、それはね本当に些細なズレとか、本当に数センチのズレでこんなにも人の顔の印象が変わったりとか、人の顔の形状が違って見えたりするっていう、そういう知識を持って、
いろんな上手い人とか花さんのレッスンとかも見て自分のものに、ね、皆さんにしていっていただけたらと思います。それでは本日はここまでとなっております。ぜひ役に立ったという方がいらっしゃれば、いいねボタン、そしてお絵かきが上手くなりたいという方はぜひ一緒にね、登録いただいてお絵かき上手くなろうクラブと一緒にお絵かき練習していただければと思います。それでは本日はお絵かき研究のアドでした。さようなら。